くいような大役を分からないあ、目の前の大役今日魔王の反応我慢するわやばかったですたまぼりしにすばげんじゃばあぶけないからじゃない自己紹介をさせてください。ここまで僕たちパフォーマンスやってきました。よくあるのがですね、よくあるのが一番最後終わった後に自己紹介しようと思ったら半分ぐらいいなくなることがあるんです。なので最初に顔と名前だけでも大丈夫なんで覚えて帰ってください。僕たちの名前ニュートレンドって言います。ニュートレンドって言います。新しいものを作りたくて僕たちこのパフォーマンス作り上げてきました。僕が大東芸人 S4 って言います。芸歴5年目です。名古屋大阪東京いろんな場所でパフォーマンスやってます。また見かけたら声かけてください。隣のパフォーマーがアクロバットパフォーマーこんななっています。あと最初に言いました、あの新体操の国体選手ですね、めちゃくちゃすごいと思うんです。一番最後僕たち新しいパフォーマンス作り上げてきました。もしよかったら最後皆さんのご協力のほどよろしくお願いします。あと最後ですね、僕たち付き合ってるわけでもありません。そして兄弟なわけでもありません。そして親子なわけでもありません。兄弟だと思った方どれくらいいらっしゃいますか。あ、そんないるんですか。同い年ええでしょう。僕たち高校1年生で現役の高校生しながらプロのパフォーマーとして活動してます。今ええって言った人老け顔ってことですか。大丈夫です。よく25歳とか言われるんで、でも全然気にしません。最後僕たちここまで頑張って作り上げてきました。ただこの僕たちはパフォーマンス趣味や遊びでやってるわけではなくて一つの仕事として本気で取り組んでます。いろんなところでここまで言ったら大体わかると思います。最後ですね、僕たちパフォーマンスが終わった後にですね、真ん中の方にですね、二人で静かに帽子を持って笑顔で待ってます。これ以上は何も言いません。最後皆様のお一人一人の評価のほどどうかよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。ただね、よくあるのがですね、今日小さなお子様もいるんで言わせてください。お父さんお母さん方が1円玉10円玉50円玉握らして、あ、ほら行ってこいみたいな感じでいられるんですけど、ここまで体張って1円10円5円だと本当になんかちょっとだけ悲しくなります。なんでできれば大人の方が大人の形でできれば折りたたんで入れてもらえたら嬉しいです。最後僕たちパフォーマンスを見てからの評価で構いません。1円の価値もないと思ったらそのまま書いてもらっても構いません。ただ皆さんの心で評価してあげてください。本当に今日は短いでしたが、僕たちのパフォーマンスに使っていただき誠にありがとうございました。じゃあ最後です。一番最後ラスト1個だけパフォーマンス持ってきました。最後は僕たちが一番自信のあるパフォーマンスやっていこうと思います。本当に最後の技作ってきたんですけど、成功率がまだまだ低いです。そして前例がないので成功でも未だにまだ分かってません。だけど僕たち新しいものを頑張って作ってきました。よいしょ、じゃあ行きましょう。パパッとです。あぶね、道具が行方不明になってました。よし、あるよね、こういうこと。あれ、あったあぶねえ。シューていきますね、ババッといきます。めっちゃ焦った、俺今年一焦ったよ今の。あ、ごめん。よし、じゃあ行きましょう、パパッと。はよし、じゃあ行きましょう、ラストです。じゃあ本当にありがとうございました。ちょっとマイクだけ切らせてください。本当に短いですが、最後まで足を取り引き誠にありがとうございました。
今日のお客さんは高いからちょっとラスト調整だけさせてもらっていい？決まったら拍手今お願いします。完璧です、ありがとうございます。ちょっと待ってください。正直言っていいですか？正直僕たちここまでパフォーマンスやってきました。今さっきのは微妙でした。なんで行くだけ僕から名誉挽回のチャンスいただいてもよろしいでしょうか？ありがとうございます。正直一番最後ですね、4本のピンキージャグリングするフォークラブジャグリングやる予定でした。でも正直言うとそんなんじゃ足りないと思いました。なんでさらにもう1個だけやらせてください。なんともう1本追加しまーす。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。じゃあ行きましょう。ここから5クラブジャグリング、実はこれまだまだ練習中です。広島県内でやってる芸人さんが僕合わせて2人しかいません。それぐらい難しい技。あともう1